霊マグワとそれを引く馬マグワとは、牛、馬などの家畜やトラクターの力を使い、土の破砕、ならしを行う農具である。時代や場所によって、白柿マグワやハローなどの種類がある。現代ではこれらを組み合わせた複雑なものもある。霊気、手は、馬葉、仮爪とも呼称される。熊手は、マグワの一種である。潮干狩りに使われるマグワとは、 型がやや異なる。中国では歯、歯、股と呼ばれ、日本のマグワのような多数の英歯を並列させた、塔と呼ばれるものもある。木製の歯は、木歯と呼ばれ、柄も先端もすべて硬い木でできていて、全体が Y 字に近い形をしているが柄が、二股の間に突き出て、三股になったものもある。鉄製のものは、鉄歯がある。フランス中世の著名な写本。 ベリー公の糸も豪華なる、自動書の10月の章に掲載されている、畑でマグアを引く、馬の差し絵。この差し絵では、重りとして石を乗せて使用している。ヨーロッパでの最初の使用は中世とされている。中国大陸では4世紀初めに、畑作地域であった高賀流域に異民族が侵入し、新朝の貴族、領民が、長江流域へ、集団移住する。 民族移動が起こる。これにより、大陸北部の旗作の器具が稲作用に改良される技術革新が発生し、畑作用の破砕具である刃を改良して、取り形取ってのあるが発明された。朝鮮半島では、雨季の前に水を張っていない状態の田に直接もみを巻き、雨季に水田となる乾田法が一般的であり、 牛馬を用いたマグワによる白柿が行われていなかった。日本列島の内本州では、西日本に牛、東日本で、馬が多く分布し、それぞれ牛馬港に用いられている。マグワは田植えを行う前に、水を張った水田をかき回す白柿作業において、用いられる。マグワの故障は牛、馬でも、同様に、マグワに由来する、マグワ、ウマグワ、マンガ、モガ、クマンガ、 真っ赤、などの民族語彙が見られる。義朱和人伝によれば、弥生時代の日本には、牛馬が存在せず、古墳時代の5世紀には、馬が、6世紀には、牛が移入される。本州では、最古のマグワと言われているものは、福岡県北九州市、小倉南横白柿遺跡出土の木製のマグワで、6世紀後半のものとされている。 古墳時代のマグワの形態には多様性があるため改良の途中であり5世紀には和の御王が南朝に朝考して江南地方との交流があるためこの時期に伝来したとも考えられている書物に残されている記録では今弱物語集の26巻に馬詞についての様子が書かれているジーン・ジンプルザ・メディーバルマシン P53 項の P102 項の P102 の、P101 の、ピアニッシュも、97から99項の、P100 の、P100 の、P101 の、P102 サナゴーチの牛久は、ありがとうございます。